お待たせいたしました。玄武対オリックスバファローズ20回戦の模様をお送りしてまいります。玄武の先発はうなる高速球マルティネス、対するバファローズの先発は右の山岡、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。2回の裏玄武攻撃に入ります。バッターはロマンあふれる長距離砲ダンブレック。第9投げました、ストライク、タイミング合いません。初球空振りから投げた、打った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、打った、中川交代、カーブグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。0対0で迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面でロマンあふれる長距離砲ダンブレック。第1打席はファールフライに倒れています。盗塁成功、玄武重要な場面で盗塁を決めてきました。バファローズここは引っ張りに警戒します。打ちました、ショート、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。4回の裏が終わりまして0対0、玄武、玄武追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナー一塁という場面でロマンあふれる長距離砲ダンブレック、今日はファールフライ、あっとこれは上がりすぎたようです。センター前進、落下点に入りました。ランナー一塁に戻ります、掴みました、これでツーアウト。玄武追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー一塁という場面でロマンあふれる長距離砲ダンブレック、打った、いい当たりですが二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。8回までが終了しまして7対3、バファローズ4点リードは変わりません。玄武敗れました。ご覧のようにオリックスバファローズが勝ちました。本日の勝ち投手山岡、負け投手岩下。さて今日のヒーローは勝利投手の山岡、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は7対5、玄武2点差で敗れ、お待たせいたしました。玄武対オリックスバファローズ21回戦の模様をお送りしてまいります。玄武の先発はノーヒッター今永、対するバファローズの先発は覚醒した男本田、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。ツーアウトランナー一塁という場面でロマンあふれる長距離砲ダンブレック、第9投げた、初球空振り、少し迷ったか、一塁へ牽制球を送ります。さあ次の投球、打ちました、行ったか、どうだ、入るか、取りました、これで3アウト。ファーストランナー残塁。1回の裏が終わりまして玄武同じく無得点で終わっています。玄武先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でロマンあふれる長距離砲ダンブレック、この後に控えているのはバーリー。第2球打った、さあ犠牲フライになるか、掴んだ、ボールは中継、ホームイン、玄武先制1対0。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。玄武リードで迎える6回です。バッターはロマンあふれる長距離砲ダンブレック、今日はセンターフライとレフトへ抜き、打ちました、痛烈、いった、一直線、場外ホームラン。
残して打球は場外へ。初球をうまく捉えました。今チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でロマンあふれる長距離砲ダンブレック玄武、一気に蹴りをつけたいところ。第2球投げた、アウトロー空振り。第3球を投げました。これはいい当たりだ。いったー、一直線伸びた、場外への特大ホームラン。第43号スリーランホームラン。2打席連発ストレートを狙い打ち。チームメイトが迎えます。今永見事な完封勝利、玄武完勝です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど